皆様は、誇張の夢、という言葉をご存知ですか？この世界は現実なのか、はたまた誰かが見ている夢の中なのか、それは誰にもわからないということです。そこで皆様に一つ質問をします。あなたは今、現実世界にいますか？それとも夢の中にいますか？答えは出ましたか？いえ、答えを必ずしも出す必要はありません。どちらの世界に生きているにしろ、皆様悔いのない選択をしてください。私からは以上です。久しぶり。いやーこの体は何ヶ月ぶりだ？あんたは2ヶ月前の実況1話、私は新企画やるぞって言ってやってない動画で、1ヶ月前。皆様私たちのこと覚えてるか？ま、主人公たる私たちは自己紹介しなくても大丈夫でしょ。そうだな。そんじゃとっとといつもの解説やっちまおうぜ。なんだ。SCP-001JP、アマミエル、サンクスの提言、末日の夢語り。オブジェクトクラスはアポリオン。からニュートラライズド。元アポリオン。それなら前回アポリオンなんかでタイムアタックやってなかったか？それがねえ。普段の動画を作る前に、アポリオン関連が確認できる限りで2つ出ちゃってねえ。さすがに無視できないからやってくれってウプ主が言ってた。ああね。で一応アポリオンの説明でもしておくか？そうね。アポリオンとは、収容できないし、能動的に世界を滅ぼす奴につけられるクラス。端的に言ってしまえば、進行形で世界を滅ぼしてる奴？ちなみに今回起こってる K クラスシナリオの区分は何だ？EK クラス、人類意識消失シナリオっていう、まんま人類の意識が消滅するタイプのやつね。そして SCP-001JP が何かというと、夢世界が自然崩壊する事象のことを指すみたい。たかだか夢世界がなくなるだけか？それだけだったら別に人類の意識が消失するなんてことないんじゃないか？それじゃああんたは意識がどこにあって何をしているか知ってるの？そんなの、脳が考えることで意識として表現されているんじゃないのか？それなら夢については何か知ってるかしら？それは今までの記憶を整理するために脳が感じたことをフラッシュバックさせてるんじゃないのか？でも意識と夢なんてなんか関連があるか？それは財団様の研究結果があってね。まず意識には2種類あるということが分かったの。権限意識と潜在意識。それぞれ読んで字のごとくだけど、権限意識は常に表面にある意識のことを言う。ま、熱々の鉄板を触った時に熱いと感じる意識とか、風景を見て綺麗とか思う意識のことを言うわ。で潜在意識は表に出てない意識。これは無意識のうち蓄積された記憶で作られる意識で、直感とか思考なんかがそれに当たるわ。ややっこい概念だな。かいつまんで言っちゃうと、体で感じたり認識したりする意識が権限意識。考える系の意識が潜在意識っていう感じよ。ほへー、でその二つの意識がどうしたんだ？この考える系意識の潜在意識が夢世界にあるの。それで夢のメカニズムだけど、体が寝た時に認識する系意識の権限意識が夢世界に接続され、自分と同じようなアバターを作り出す。夢世界では考える系意識がその時々によっていろんな世界を作り出す。この考える系意識に作り出された世界を認識する系意識が体験することを、夢、というそうよ。体にある認識する系意識が考える系意識に接続されるから夢を見るんだな。そういえば今回の SCP-001JP は夢世界が崩壊する現象。SCP-001JP が発生したら考える系意識はどうなるんだ？本来あるはずの場所にないんだから機能するわけないでしょ。ああ、だから夢世界にある考える系意識が機能しなくなって、意識消失ってわけか。そそ。しかも厄介なのが認識する系意識が考える系意識に接続されている状態、つまり夢を見ている時に発生した場合。この状態では崩壊する夢世界を夢として感じることができてしまうの。ま、要するに悪夢を見るってわけよ。さらに崩壊した夢世界の体感時間が引き延ばされるみたいで、3桁年くらい悪夢を見続けるわ。大怖。でも3桁年で終わるのはなぜだ？意識自体が寿命とかあるのか？そうよ、意識にも寿命があるの。はい？こりゃ世界顔は。出ないよな。このオブジェクトはニュートラライズドだ。どうにかして無効化したんだな。素晴らしいことにそうなのよ。この現象が発生する原因って言ったかしら？いんや。それじゃ言わなきゃね。この夢世界が崩壊する現象。その原因は、経年劣化よ。
人類に割り当てられる夢世界が長く、多くの人に使われすぎてポシャルってね。なんかあっけないな。ま、意識にも寿命があるし、夢世界に寿命があってもおかしくないか。それで夢世界の経年劣化をどうやってなんとかしたんだ？補強してどうにかしたわ。これまたシンプルな。ある時とある博士がこいつをどうにかするぞって動き出した。そのプロジェクトが、救済計画。そして財団の優秀な頭脳を駆使して、なんと、SCP-001JP を発見した3ヶ月後に夢世界の補強が完了しちゃったわ。あ、そういやさ、SCP-001JP が発生したら夢世界が崩壊するわけじゃんか？だね。その時点で考える形式がなくなるよな。だ。だったらこの報告書や、救済計画、って誰が動かしたんだ？普通に生きてる財団職員がやったわよ。え？ああ、発見経緯の説明もすっ飛ばしてたわね。こいつが発見されたのは平行世界よ。この報告書が書かれた財団世界に似た平行世界で割と高い発生確率だったみたい。しかも同じような時に発生してることからオブジェクト指定されたってわけ。ああ、そうだったのか。てっきりすでに人類がこいつによって滅ぼされた後で書かれたのかと思ったぜ。そうね。ま、こいつのことをまとめると、夢世界が崩壊する現象。夢世界にある人間の考える形式が正常に機能しなくなり、EK クラス、人類意識消失シナリオが起こる。だけども発生前に財団の優秀な奴らが3ヶ月という短期間で崩壊を食い止める計画、救済計画、を完了させる。ハッピーエンドってな感じね。おお、SCP 財団にしては珍しくハッピーエンドな記事だな。素晴らしいぜ。そうね。それじゃあ今回の解説はここまで。皆様ご視聴、ありがとうございまま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 まどうも皆様、前置きぶりのうぷ主です。SCP-001JP は財団が無力化してハッピーエンド。たまにはこういうのもいいですよね。平行世界の人たちは残念でしたが、財団世界では被害なんて1ミリもありません。そういう物語があってもいいと思います。ですがもし、どんな結果になろうとも真実を知りたいというのであれば、お話しいたしましょう。皆様にその気があるのならばこのままご視聴を続けてください。引き返すなら今です。今ならまだ何も知らない日常が過ごせます。いいんですか？そうですか。それでは真実をお話しいたします。SCP-001JP、アマミエル、サンクスの提言、末日の夢語り。オブジェクトクラスはノーン。これは夢世界が崩壊する現象ではありません。真実は、財団が開発した夢に関する認識災害エージェントです。この認識災害に暴露した人は即座に昏睡し、夢を見始めます。この夢は昏睡直前から再現されており、暴露者が夢を見ていると気づくことがありません。さらに暴露者が見る夢は、自身が望む最良の人生を歩むものです。そして最良の人生を歩み終わり、寿命を迎えた人は同時に自身の意識の寿命も迎えます。つまり、望む夢を見ながら死んでいけるというものです。夢の中で望む最良の人生を歩む時間、現実に流れるのはほんの一瞬。一瞬のうちに魂の安楽死が完了します。さて、なぜこのようなものを財団が作ったか、勘のいい皆様はもうお分かりでしょう。そうです。終焉シナリオが回避できないと分かったとき、せめて苦しまず楽しく死を迎えるためです。この安楽死計画がすなわち、救済計画。また情報災害エージェントがばらまかれた場合、全人類は60秒以内に安楽死できるでしょう。そしてこの安楽死情報災害である SCP-001JP。すでに全人類に頒布が完了しています。はい。すでに人類は、SCP-001JP によって安楽死している一瞬の途中です。それではなぜこのようなものを皆様に語ったか。それは選択すべきことが2つあるからです。私はとある人物の夢に渡り、そこからとある薬と道を学びました。一つは何でも忘れられる薬、記憶処理剤。もう一つは夢から覚めることができる道。記憶処理剤を飲めば、今まで通り自分が望む最良の人生を歩んで、そして死んでいけます。また夢から覚めれば、苦しく滅びを待つだけの世界に再び帰還しますが、母なる世界の滅びを見届けるなり、最後のあがきとして滅びに立ち向かうのもいいでしょう。
いえ、私から贈り物を受け取らないという選択肢もありますね。この二つの贈り物はもともと、最良の人生を歩むはずの夢で、未だなお、O5 として人類を守り、そして役目を全うしきった人の夢からいただいたものです。本来これらの選択肢を選ぶ必要のない人にまで提示しているということです。なのになぜ私はこれを皆様に提示したか。それは後悔のない選択をして欲しかったからです。初めから選択肢のない人生など、つまらないではありませんか。ただそれだけです。長話はここまでにしますね。それでは皆様、選択の時です。まず、私の贈り物を受け取らない、という人は、ブラウザバックなり、他の動画なり、自分のやりたいことをやってください。また、この動画を最後まで見るのもいいでしょう。そして私の贈り物を受け取ってくれる皆様。画面左上と右上にボタンのようなものが見えるでしょうか。左上は記憶処理剤を投与し、そのまま人生を歩み続ける道。右上は夢から覚め、滅びゆく現実に帰れる道です。どうか良い夢見を、もしくは、良い目覚めを。